天保通報は、江戸時代末期から明治にかけての日本で流通した、戦火、天保線とも言う。形状は小判を意識した楕円型で、中心部に、正方形の穴が開けられ、表面には、天保通り、宝、裏面には上部に、東百と表記され、下部に、金座五島家の顔が煮込まれている。素材は銅を主成分とした、合金製で、鉛や鈴なども含んでいる。 重量は5.5問目。サイズは縦49、mm、縦4 9トル横3 2ト、mm、ル程度である。天保6年に創意された。貨幣価値は100分とされ、当100選とも呼ばれたが、実際には80分で通用した。いずれにしても、質量的に額面の価値は全くない貨幣で、経済に混乱を起こし偽造も相次いだという。明治維新後も流通したが、 明治二十四年十二月三十一日を最後に、正式に通用停止となり、明治二十九年で新貨幣との交換も、停止となった。明治以後、陸軍大学校卒業者がつけた気象が、天保通報に似ていたことから、天保戦組と称せられた。その一方で、新通過制度では、天保通報一枚、イコール八輪と換算され、一戦に足りなかったために、 新時代に乗り遅れた人や、それに適応するだけの才覚の足りない人を揶揄して、店舗線と呼ぶこともあったという。また、明治時代前半の頃には、現代の100円ショップに類似したものとして、店舗通報の八輪通用を意識した、八輪金一や、二千八輪金一といった店もあったという。明治財政史には、明治十年から明治三十年九月までの間に、 流通不便貨幣として回収、幣として五千銀貨、二千、銅貨、店舗通報、分久エータからの四種が挙げられている。回収及び溶解されたものを除き現在まで残っている店舗通報の枚数は1から2億枚と推定されている。新中四分線の成功により銀座が潤ったことに対抗し、 金座五金改め役の後藤三右衛門校、徹の発案により高額の戦果の発行へ至った。このため店舗通り宝は、金座主導で鋳造が行われることとなった。規定量目は五問目五分、規定品位は、銅78%、鉛12%、鈴10%と定められたが、明治の造幣局の分析では銀、銀0.037%、 同81.307%、鉛9.742%、鈴8.261%、鉄0.056%、アエン0.193%、アンチモン0.035%、ヒソ0.182%、イオー0.084%となっている。店舗六年六月十五日に鋳造が始まり、同年九月二日より発行され、鋳造は、 翌7年12月に中断されるが、この時までの中造工は2971万700枚であった。8年8月に再開され、13年1月までの中造工は124500枚で、店舗年間の合計は3973万5200枚とされる。店舗六年より十三年までの総中蔵庫を百七十三万二千二百枚と、 する記述もある。いずれかが5と2の読み違いで五色であることになる。天保年間の中造により、幕府が得えた利益は18万800両である。硬化4年10月18日に中造が再開され、これ以降大幅に増位され万円年間に最盛期を迎えた。慶応元年11月からは、 大阪南ンに設置されたゼニザでも鋳造が始まり4年1月まで行われ、大政奉還の後、新政府に設立された、貨幣市は慶応4年4月23日より、明治3年8月5日までに6391万3752枚を鋳造し、天保6年からの総鋳造工は4億8480万4054枚とされる。 明和年間以降、官営通り、宝鉄線及び新中四分線の大量発行により、銭相場は下落していたが、天保通り、宝の発行はこれに拍車をかけることになった。そこで、幕府は、戦相場の下落を防止するため、天保13年8月に、御用相場として一両イコール6500分の触れ書きを出し、 しばらくは一両イコール六千から七千分程度で、落ち着いたが、幕末期の大量発行に至り慶応年間には、ついに一両イコール一万分を突破した。また安政年間頃から官営通り、宝堂一分線、鉄一分線、及び新中四分線などの通用において、額面からの乖離が著しくなり、文久英宝の発行に至り相場は混乱し、 文久2年12月に、幕府は改めて、天保通り、宝を百分で通用させるよう通達を出したが、実際に百分線としての通用は困難との申しでもあり、幕府は、慶応元年ルー5月に、鉄一分線イコール一分及び天保通り、宝イコール百分の基準に対し以下のような、増夫通用を認めざるを得なくなった。公いの者には、 長角、細角、中角、広角といった手代わりが知られており、長角は、宝地の、絵がやや縦長で、角も、わずかに縦長の長方形である。他の三種は、絵が横広でほぼ自体も同一で、角はほぼ正方形であり、角の幅により分類されているが、中間的なものも存在し、制作上の移行期のものと考えられる。貨幣収集会には、 天保6年から翌年中増分を長角あるいは中角8年から13年までのものを細角硬化4年以降のものを広角とする説もあったがこれでは減損数と中増数の比率に整合しないとの説もあるいずれにしても長角が初期のもので広角が後期のものであるとする説は定着している天保通り宝は慣永通り 宝堂一分戦後から六枚分の両目に過ぎず、吹き減り及び高賃を考慮しても一枚十分前後のコストで製造可能であるため、幕府は地方での発行を禁制として認めなかったが、幕末期に偽装工作としての地方貨幣発行の陰で各藩による密輸が横行した。 明治期に引き換え回収された店舗通り宝は5億8674万枚にも上り、これは金座及び貨幣市が鋳造したものを1億枚以上も上回る数であり、かつ流通口の能べてが回収されたわけではないため、三井は2億枚程度に達したものと思われる。三井に関わった藩は判明しているだけでも、久留米藩、薩摩藩、福岡藩、岡藩、土佐藩、 長州藩、藍津藩、仙台藩、久保田藩、森岡藩など10を超える。また、水戸藩も天保通報の鋳造を行っていたが、こちらは、江戸幕府より、正式な許可を受けた上で鋳造していたために三井とは、言い難い。そればかりでなく、蘇生の不明ないわゆる、不知線とされる天保通りだからも、多種存在し、現在のところ判明していない。 他の藩によるもの、あるいは小規模な民意によるものなどが考えられる。現代の貨幣収集会では、現存数の少ない地方密、抽選等の方が、高抽選より、個選的価値が高いとされる。天保通報の市中貨幣としては、実際に発行されたものより一回りサイズが、小さい等50のものがある。ありがとうございます。